Good. Yeah, we're good. Alright. Well, I'm back. I'm back for more punishment from Persona 5 Royal. After last stream, where I met a little bit of an unfortunate demise to not even a boss really, but it was just an unlucky set of circumstances. And that's, like I was saying, that's how it is sometimes in the gaming reality. But you gotta brush it off, move on, put it in the past. And that's what we're gonna do here. We're gonna redo the 2 day. It was only like 2 days, but the stream went on for like an hour, 15 minutes, something like that. What? Oh yeah, and I put, just for the sake of mixing it up, I put the Japanese voice back on. Because we already played it. We already played it with English voices for this part, so we'll switch it back later. But I am curious to see how the Japanese actors did in this part of the game. Okay. Enough with the pleasantries. Let's get to it. Let me rewind it. Now I did proficiency in here. But that, now we have an opportunity to try something else here. I don't think I really needed that proficiency. Actually, I need kindness, I think. There's some point where you need a certain amount of kindness, I think, to advance. I forget who it is, though, that needs it. Is it? No, not the troll. This one? Yeah. Dojimari tanonda zo. Bucci. Kim Sibu of Shibuya. I wonder if that's a real story. Buchiko. Isn't healthy. Saikin Kangairu no Le no Kaito dan no koto. Moshi Oto sanga ikitetara Gomen, Shokujuni. Io, Suzukete. Oen stakanate, Soredake. Son Nakoto Kangairu Yorokunar noa. Anata amaiter karayo.そんなことは。ただ生きてれば家も服も食事にもありつける。私にはくだらないことを考える時間はなかったわ。お父さんが喜ぶ。ご立派な正義感掲げて死んでいって子供に負担かける父親のことなんて知らないわよ。違うよ、私は。いい加減自覚したら。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。She getting mad. ごめん、言い過ぎた。疲れてるの、本当に。明日からは外で食べるわ。そういえば。
go. Alright, come on. I played through this part already. 答えてください。おい、ちょっ。ちょ、やばいよ。よし、できた。これだ。正解です。Am I frozen? なんも浮かばねえな。今回ばかりはお手上げ？パレスが空中とかずるいよな。せめて現実の金城に接触できればな。ん？何？別に見かけたから。本当か？ずいぶん手こずってるみたいじゃない？様子を見に来たってわけ。いくら生徒会長でもこっちの仕事の役には立たないから。役に立たない。今のあなたは役立たず。私の人生を消費して生きてるだけの存在。実際そうだ。中身の見物してればいいのよ。それともお得意の盗聴でもやってみる？金城ってやつに接触できればいいのね。さっきあなたたちがしてた話よ。金城の居場所が分かればいいんでしょ？Something like that.おい、バカ正直に答えんなって。バカ。意外と言いなりのいい子ちゃんタイプか。今のあなたは役立たず。私は違う。なんか言ったかい？いいわ、金城に会わせてあげる。一体何をするつもりだ？目がマジだったぞ。金城に心当たりがあるということか。いや、それはさすがに。なんか思い詰めてたよな。もう何なのあの人。人いすぎだぜ。ダメだ、見つかんねえ。何？誰から？あなたたち、金城って知ってる？はあ？バッ！あいつ！何する気だ！セントラル街に来れば、金城って人に会えるって聞いたんだけど。セントラル街？早まりすぎだ！何したいわけ？囚人学園の生徒をゆすってるでしょ？警察にチクられたくなかったら私に会えって伝えなさいよ。殺されてえの？会ってくれるってさ、ノリなの？本当に金城のところに乗れっつってんだよ。おい、今の前に絡んできた奴らだ。やっぱり金城と繋がってやがったんだ。電話は？金城さんに連絡しろ。いいのが連れて。どこに行くの？金城さんの客じゃ手出せねえな。どこに行くのって聞いてるの。あ
追いかけよう。リュウジ、タクシー。俺はナンバーもバッチリだ。伊達にクロッキーやってないぞ。ナクソン、仕方しやがった。止まれっつってんだろ。リュウジ、お前ら早く乗れ。囚人の生徒会長ってマジかよ。俺に噛みついたからには分かってるよね。で、この番号誰？彼氏？何これ。なんだお前ら。虹子さん、何しやがった。ああ、そういうこと。つけられたな、バカが。I'm liking this voice actor. すげえ。前見たバッグ、ワニの。あれ、いくら？300くらい？うわー、いいの？そいつらに俺、言えよ。は？今、すっげえイラついてんの、わかる？金使うとストレス発散になんだろ。ガキが犬みてえに嗅ぎ回った上に勝手に上がり込みやがって。隙間見える？イラついたせいで300万円分も空いちまった。埋めねえと余計イラつく。俺完璧主義なんだよ。じゃよろしく。意味がわからんな。なんだよ、みんな表情硬いな。未成年がクラブでランチキ騒ぎ。これ学校に送っていい？それは。あ、やっべ、酒とタバコ映ってる。あー、ほんとウケる。お前らみたいなアホは俺の餌なの、わかる？現役美人生徒会長さん、いいか、警察にチクってみろ。お前らの家族から潰してやる。いつも通り一月と言ってやりたいところだが、ま、大勢いるしな。3週間だ。それまでにきっちり300万持ってこい。もうすぐ夏のボーナスだろ。ママとパパにお願いすりゃすぐだよ。入れ、これからお楽しみなんだ。はあ、ざけんな。構うな、今は誠の安全が第一だ。ごめんなさい、こんなことに巻き込んで。まったくだぜ。私がバカだった。悪いが全く同感だな。想像できそうなものだ。ちょっとユウスケ、ただ役に立たなきゃって一人で焦って。ああ、もういいだろ。やっちまったことは戻せねえんだから。お姉ちゃんにも迷惑かけちゃう。お姉ちゃん？私の姉は立派な仕事についてて、私なんかよりずっとできる人で、3年前父を亡くしたせいでいろいろあって、今は姉と2人で暮らしてるんだけど、私は子供だから負担しかかけてなくて。それで無茶したと。どうにか誰かの役に立ちたくて。でもよく知らねえけど、子供だから役立たずってのはちょっと違くね。事実だから。特にあなたには本当に悪いことしたと思ってる。え？鴨志田のことは今思えば学校ぐるみで隠蔽されてたんだと思う。私心のどこかで気がついてたのに何もできなかった。ううん、しなかったのよ。
その気になれば何かできたはずなのに。私みたいな人間こそ本当のクズって言うのかもね。本当のクズは自分のことをクズなんて言わないから。え？何もできなかったのは私も同じ。あなたが前に言った通り、誰より近くにいたのに。それに悪いのは鴨志田に決まってんでしょ。志保だって私だって分かってる。高牧さん、君も居場所はなかった、そういうことか。私も二度と誰かを同じ目に遭わせない。さてこれからどうする。お金は私が何とかするから、金城の件はここまでにしましょう。そりゃ無理だ、俺らだって狙われちまった。これ以上一人で暴走されて状況が悪くなるのだけはごめんだな。あの銀行さえなんとかなりゃな。龍二、銀行？あ、そうか、銀行か。役立たずどころじゃねえ、彼女大手柄かもしれねえ。お前ら聞いてくれ。大手柄？どういう意味？猫？あの、みんな大丈夫？我が輩たちは金城の標的になった、金城の銀行の客になったってことだ。そうか、今まで入れなかったのは銀行から客だとみなされていなかったから。特に彼女は乗客なんじゃないか。連れて行こう。こうなった責任は取ってもらわねば。お、やべえ、話についていけねえ。あれだけ無茶して体を張ったんだ。今や彼女にも知る権利がある。ついてきてくれるな。ついていくって、え、どこへ。どこだ。さあ、キツネ？フォックスだ。静かにしろって、シャドウたちに気づかれんだろう。化け猫ガーン。モルガナだよ、彼のカバンに入ってた猫。ここに来るとそうなるの。その声、高牧さん。ここどこ。金城の、まあ心の世界かな。あ、金城の歪んだ欲望が具現化したもう一つの現実だ。もう一つの現実。浮いてる。これが現実なの。なんてこと。ごめんなさい、でも実際にあるんだから疑いようがないわよね。心が見せる現実、社会認知心理学上の作詞の応用みたいなもの。私らの方が分かんないわ、それ。そうか、心を盗むって認知を書き換えるってことなのかな。理屈だけはなんとなく。お前よりすごくね。お、同じくらいだ。じゃあこの世界のどこかに ATM になった私もいるっていうこと？かもな。とにかくお宝を取れば金城を改心させて自白させられる。うまくいけばだけどな。うまくやるさ、金城みてえな悪あげりゃ俺ら注目浴びまくりだぜ。俺たちの正義も揺るぎないものになる。そうすれば困ってる人とか弱い立場の人勇気づけられるかな。弱い立場の人たちのためか。お父さんと同じこと言うんだ。お父さん？ううん、なんでもない。あの銀行に行きたいのよね。なら行きましょう。私があの銀行の顧客になったんならゲートはただ一つだから。
マジ？向こうから来やがった。計算通りだな。時間外の銀行ってカードをかざして入るでしょ。ああいう客としてのアイデンティティがあればいけるかなって思って。私金城の金づるだし。なるほどな。それにしても大きいね。銀行なんてめったに来ねえから妙に緊張しちまうな。この格好で銀行とかモラだよね、ザ・強盗。確かに。ここから先はシャドウが多そうだ。え、何？敵が襲ってくるの？なるほど、合気道なら覚えがある。誤信なら心配しないで。シャドウ相手に誤信もないが、ま、ないよりマシか。正面から行くしかないんでしょ。乗客なんだし堂々としてないとね。役に立たせてもらうから。さあ行きましょう。なんだ。ふん、actually maybe we can use it。我が輩の定番だな。行くとするか。どういったご用件で。やっぱこうなるよね。来い。待て待て。彼女は金城の客だ。頭取に話があるの。失礼ですが、アポイントは。話があるの。いいから取り次ぎなさい。お通しして差し上げろ。今の声、金城。金城、頭取って何？銀行のトップだ。不法侵入、その他迷惑行為、締めて300万円の賠償金の件ですよね、現役美人生徒会長さん。300万も集めるのはさぞ大変でしょう。融資しますよ。チャラにしてくれんの？融資ですよ。利率は1日1割。1日に1割の利子ってことは、1日30万よ。ご安心を。そんなあなた方に現実的な返済プランをご用意しております。最初からそういうつもりだったんでしょ。さすがの洞察力ですね、新島さん。いや、美人検事新島さえさんの妹さんと言った方が良かったかな。なんでそれは。我々の情報網を舐めないでいただきたい。
いや、良い商品が転がり込んできたものだ。ふざけないで。若い女は便利ですね。力がなくて頭が悪い、強いものに食われるためにあるようだ。それが有史以来の掟なのかもしれませんね。下道め。おい金城、待ってろや。てめえのお宝踏んだくってやるからよ。笑わせるなよ小僧殿。ここは最高峰のセキュリティを施した俺の城だ。どいつも金さえ渡せば何でもやる。お前らの命くらい息をするように奪うぞ。やれ。金城様の命令だ。即刻排除だ。弱点は見当たらないな。次は誰だ。He's the one who blew it for us yesterday. Get ready! Get ready! Uh-oh. は見当たらないな。弱点は見当たらないな。どれ、我が半人くらえ。あっしゅう。Both burning? Nope. Oh. Rekomata! Rekomata! Nanda, こいつら! Kiri ga ne! このままじゃまずい! Nigeru!
なんで警備員が怪物に？それにあなたたちのあの超能力は？もしかしてそれがペルソナ？ Could those be those personas you mentioned? この状況で聞くか？糸を引いた方がいい。マコト、はぐれるなよ。急げジョーカー。出口はすぐそこだぞ。どこかに。切れないっての。みんな、ずいぶん辛そうですね。コソコソしやがって、金しろ。金しろ。それはこちらのセリフです。しかし素晴らしい商品を提供してくれたことには礼を。そろそろ消えてもらおうか。銀行経営は大変でね。迷惑な客は殺すことにしている。生意気なガキ一人消えるだけで、あっちの世界じゃいい見せしめになる。やめて。消すのは商品以外だ。心配するな。姉さんは美人だからな。俺の奴隷にしてやろう。飽きたら売ればいいし。あはは、かわいそうなお姉ちゃん。妹がこんなバカじゃなけりゃ出世できたのにね。お姉ちゃんは関係ないじゃない。なら明日から客を取れよ。我慢して言いなりになってればいいの。我慢、言いなり。お前なら300万くらいすぐに稼げるよ。その頃はお前の人生も何もかもめちゃくちゃになってるけどな。さっきから黙って聞いてりゃ。うぜんだよこの成金が。Oh boy. You pissed her off. 戦う覚悟はできましたか。いいわ、来て。それなら速やかに契約に移りましょう。我は何時、何時は我。せっかく見つけたあなたの正義、どうかも見失わないで。今日は偽りの自分からの卒業記念日です。猫かぶるのやめたの。行くよヨハンナ、フルスロットル。敵が動揺してるぞ、蹴散らして隙を作ってくれ。ここはペルソナで。かけろヨハンナ。いいぞ、敵がダウンした。Ah, shit.
Oh, double shit. Triple shit. Get wrecked now. Oh, wait a minute. They're both burning. I'm almost dead. I'm going for it. Oh no! No! Oh my god! Shit. Oh, good. Using these fucking items. まず覇者先輩チーズ叩かれたいの先行くからついてきて すげえよし行けるまでも敵対するか
よかろう。ならば待ってやる。現実に逃げ場はない。ここのシステムを突破することもできない。お前たちに明るい未来は万に一つもないんだよ。すげえのが出たな。おめえとは多分アイキドとかそんなもんじゃねえ。超武闘派じゃねえか。絶対怒らせないようにしよう。腕とか持ってかれそう。やりかねんオーラはある。やめて。ここ何年かで一番疲れた。だけど結構良かった。追いかけてた怪盗団に自分がなっちゃうなんてね。お姉ちゃんが知ったら失神しちゃうかも。姉というと前に言っていた特捜部の検事なの。怪盗団のことを調べてる。いやそれまずくね。大丈夫よ。あんな世界のこと現実の捜査でわかるはずない。まあこうなる運命だったんだろうな。どういう意味？私はお姉ちゃんみたいにはなれない。いつか分かり合えない時が来る。そんな気がしてた。必死で働くお姉ちゃんには感謝してるけど、なんか哀れだなって思うこともあって、ペルソナの声を聞いて本音がはっきり分かった。根っからの真面目じゃないみたいだな。大人の言いなりになってただけ。彼女参謀にいいんじゃないか。頭は切れるし度胸もある。いいんじゃね。ちょうどそういうの欲しかったし。役に立てることがあるのなら。男ばっかでむさ苦しかったし、私的にもこれでかなり。金城からよ。催促だって。パレスの出来事はこっちの金城にはわからないのね。ああ、だがこっちの金城の認知が変わればパレスは影響を受けるぜ。慎重にな。余計な接触は避けた方が良さそうね。あと3週間か。それにあのセキュリティだ。でも成功すれば絶対いいよね。叩き潰してやるわよ。私を怒らせたこと必ず後悔させてやる。とにかく明日から作戦開始だ。いつも通りまずはお宝までのルート確保ね。さすがに慣れてきたな。集合の連絡待ってるわ。This place is so cool. Yours is on a ship, though. All right. Wow, just in time. Without a sign, without grasping at the real question to be asked, where have I been? I'm a chef. Things good.頼んだぞ。Pick up techniques.
バイク型のペルソナか。ほら、我が輩も車になれちゃうし、なんていうか親近感。わかってねえな。四輪のパワーなめんなよ。まあバイクも悪くないが、大勢は運べねえからな。やっぱ我が輩は特別。運ぶ？いや、連れて行く。今一瞬頭になんかが。ダメだ、何も思い出せねえ。まあ分かんねえもんは仕方ねえか。今は金城に集中しなきゃな。誠はお前らと違ってクレバーだし期待できそうだ。それにしてもお前持ってるよな。我が輩も怠けてられんな。よし。そうだ、金城片付いたらメメントスの相談もしちゃおう。誠の頭脳なら何か。もしもーし。もしもーし。ユウスケに続いて誠。こいつずいぶん引きがいいな。何か理由があるのか。まさかな。ごめんね、呼び出したりして。それはいいんだけど、生徒会室に呼び出されるのって新鮮。結構緊張するものなのね。私もちょっと緊張してるかな。あのね、私謝りたくて。今までいろいろごめんなさい。何のこと？鴨志田の体罰とかセクハラとか、私新島先輩のせいにしたでしょ。それ謝りたかったの。本当はずっと。高巻さん、後になって志保が助けを求めてたのに気づいて、何かできたはずなのにって悔しかった。自分がバカすぎて自分のせいにしたくなくて、あの時新島先輩のせいにしたんだ。だからごめんなさい。ねえ、顔を上げて。私たち似てるんじゃないかな。え、鈴井さんや金城の被害に遭ってる生徒を、私誰一人助けられなかった。でも私は先生たちに言われた通りやってる。だから何にも悪くない。そうやって自分に言い聞かせてた。誰かのせいにしないと自分に価値がないって認めるようで怖かった。だから必要以上に高巻さんたちにきつく当たったと思う。ごめんね。そっか。じゃあお愛子？お愛子ってそうだね。じゃあこの件は終わりでいい？うん。あ、それとね、価値なくなんかないよ。ちょっと無謀ではあったけど、結果として金城のパレス見つけられたし、改心させられる力だって手に入れたでしょ。全部新島先輩が自分でやったことだよ。高巻さんらしい。鈴井さんのことであなたに怒られた時、ずるくてちっぽけな自分に気づいたの。高巻さんいつも正面から言ってくれる。それでやっと気づくの。私結構鈍いみたい。アンって呼んでもいい？じゃあ私もまこと照れるな。あ、ねえ、甘いものでも食べて帰らない？じゃあ私おすすめある。セントラル街のクレープ屋さん、森がすごいんだよ。じゃあ半分こする？
1個ずつ買って半分個ずつで。はいはい、じゃあ放課後行きましょう。Oh, did I miss the truck dodge that time? Yosh. All right, now we got a money. We need money. Come on. Wow, that's worth 50,000? Increases evasion from wings, but it doesn't modify it. Beep.
identifies weakness. Oh, wow. That's even better. Actually, I should wear that. Bless Crest Girls. Time to go back. Whoa.
need to stop by the clinic. Let's see. Ah. 診察室にどうぞ。そっか、真剣なこと。はい、どれ？もう効果を決まったの？あ、そう。これにするの？実はだな、最近ずっと考えてたんだ。戦いにも慣れてきたし、どうせなら勝ち方にもこだわりたいってな。勝ち方、確かに同じ勝つならスマートに行きたいよね。ドロドロで、我が輩にいいアイデアがあるんだ。アンドのさえ協力してくれれば成功間違いなしのすげえやつ。私が？分かった。何すればいい？さすがアンドの話よいぜ。実はだな、っていう感じなんだが。マジダメ？いや、ダメっていうか、いろいろ無理じゃない？さすがに異世界でも。まさか自分が怪盗に手を貸すことになるなんてね。これはこれでお姉ちゃんに知れたら。干渉に浸っている暇はないぜ。ええ、分かってる。その件で一つお願いがあるの。怪盗のいろはっていうか、異世界のこととか、そういう基本的な説明を聞かせてくれない？端的に言うと、あの世界は人の認知の産物だ。そこから特定の宝物を持ち去ることで改心が起きる。そのあたりは一度行った時に大体は。でも行き来の手段が何とも。スマホのナビなんて。名前と場所の2つの情報を言うだけでいい。しかも2度目からはブックマークまで可能だ。まさにアプリだけど、危険はないの？大丈夫だって、俺らもう何回も。そうじゃなくて、ナビアプリなんでしょ？サーバー経由で使用履歴が誰かに筒抜けだったりしないの？ちょっと何その顔。まさか今まで誰も気にしなかったの？それは俺またノーガードだったわ。そもそも出どころ不明なんでしょ？私のスマホにもいつの間にかあったし。リーダーのあなたは何か知らないの？嫌に自信ありげね。よくわからんが、使っただけで筒抜けって心配はないと思うぜ。我が輩の見る限り、そいつは特別だ。普通に作られた代物じゃない。確かに別世界へ行けるアプリなんて常識じゃ測れないけど、まあお姉ちゃんも怪盗団の正体は知らないみたいだし、筒抜けじゃないのは本当かも。我が輩らも全てを知ってるわけじゃない。お前も支えてくれ。
頭が切れるみたいだしな。ありがとう。それより写真のばらまきだけはやめさせないと。世間が面白がって炎上でもしたら。こればらまかれたら。なーに、期限までに片付けりゃいい話だ。こっから挽回すりゃいい。今回の獲物は仕留めれば世間をあっと言わせられんぜ。確かに絶好の機会だ。必ず成功させるぞ。よし。No, just wait there. Yesterday. The other day. For 1,000 yen, you can revive an ally to full. Oh yeah, and then Akachi was here too. Yeah.Ah, it's you. I'm glad you decided to speak to me. I had some time until the taping began, so I decided to work my effort with him. Yeah, I can't do his voice. I've heard many rumors from that criminal group lately. I hope you will avoid involvement. Yokatta. Ah, lovely. However, you needn't hesitate.I have police connections, you know. By the by, this city is never short on excitement. First that train accident, now this mafia. Not to mention the phantom thieves. I've thought a great many things during my stroll. That reminds me, did the phantom thieves go to the Madarame exhibit before committing their crime? What is their goal? And who might their next target?Oh my god! It seems I've been gaining more recognition lately. I would love to chat more, but I really must be going. I hope to speak to you again. Oh man. Got some bad luck. I'm gonna restart the stream, because I can see in...This is weird. I can see that it's not quite... and I can see on the stream that it's a little bit bad. I'll be back in a couple minutes. I'll get coffee too while I'm at it. Be right back. Thanks.